ウ江エ木オギカワ店、株式会社業堺商店は、新潟県新潟市南区に本社を置き、同市を中心とした同県下越地方で、スーパーマーケットチェーン、ウ江エを展開する企業。1875年、中間原郡白根町56の町で、渡辺栄吉が、ウ店を開業。自らの名にちなんで野号を、魚栄とした。1961年に、 法人組織へ改組、現社名で設立された。1973年から食品スーパー事業を本格化し、白根市をはじめに新潟市や園市、新一市など近郊でも店舗展開を進めたが、バブル経済崩壊以降は業績が伸び悩み、1990年代には店舗を相次いで閉鎖した。また、同業各社との販売競争も激化し、アクシアルリテイリングや、 ウオロクなどの県内各社や、その後県内に進出したイオンやユニーなど、大手各社も加わったことから、経営基盤の安定化や競争力の強化などが大きな課題となった。2006年12月、フューチャーアーキテクトの連結子会社となったが、2016年9月に同業の株式会社スポットの子会社となった。ウオエイは2010年現在、 新潟市5店とつばめ市2店の計7店舗を展開している。もともと鮮魚店が発祥であることから、スーパー創業以来、特に鮮魚部門と生肉部門に重点が置かれている。また2008年春から一部店舗で多忙な顧客や高齢者などを対象とした雇用機器サービスを開始し、商品の宅配や利用者ニーズの聞き取りなどを通じて、サービスの向上を図っている。 食品スーパー圏内初人型ロボット、ペッパーを導入。魚堺商店。2015年12月11日閲覧。特定市会社の移動に関するお知らせフューチャー株式会社。2016年8月31日。ありがとうございます。